アダマイア研究所。首席錬金術師はアレクサンドリア・ハイペシア。ここはかつて貴族の日光浴場であり、彼らの想像上の病気を治していた。今は錬金術師の研究所。私の名を語るクラウンキラーを止めなければならない。でもハイペシアが関わっていないことを祈りたい。彼女は聡明かつ利他的。サーコノス中で多くの尊敬を集めている。メンテナンスしてるみたいだぞ。調べるか。いや、今でも問題がないことを確認してるだけだ。誰も近寄らないとはいえ、検査のために公爵が誰かを送り込んできた。するのは非常に面白い。とある誰かの口から出た言葉が別のものに伝わる。不完全な形で半分だけ理解され、不十分に記憶される。何年かすればクラウンキラーという物語はねじられて曲げられる。まるで金属のようにな。あるものは恐るべきモンスターだったと語る。別のものは裏切りの犠牲者だった。それを知ったお前によって封印されたとな。だがお前は真実を覚えているだろう。少なくともお前の。たい場所に彼女がいるようにしろ。ハイプ。あそこで誰かが厄介事を起こしそうだな。周囲に調べてみよう。何を相手にしてる。よし、行くぞ。まあいいか。何か見えた気がする。ハミルトンは中にいる？容体は？正気を失っています。わけのわからない。公爵の父親のことに至って自慢話を。何？
彼女のために聞いてほしい。ビオリはまだか？そのうち来るさ。それまで自分の匂いに耐えられるか。まあいいか。一緒に探そう。閉まってたはずだ。なんだ？この辺りを調べてみよう。ハイペシア先生。はい。ごめんなさい。なんだか調子が悪くて。感染症のサンプルを扱っていたから何かに感染したのかしら。いいえ、誰かに毒を盛られたのよ。でも回復した。錬金術師のメモから解毒剤を作ったから。毒を盛られた？心配ない、私が片付けるわ。しばらく身を隠す場所が必要なら私を訪ねて。仲間と一緒にドレッドフルウェールという船にいるわ。あれが監視塔。した暖かい気候が恋しい。もう出発していいか？ここは苦手だ。準備は？ええ、船に戻ろう。ソコロフは見つかった？いいえ、でもハイペシアがクラウンキラーだった。え？信じられない。公爵に仕向けられて欠陥品の血清を注射してしまい人格が変わったの。でも解毒剤に助けられた。殺人のことを思い出したら辛いでしょうね。ソコロフの方は？キリン人同士という男が引き取っていった。知ってる？誰でも知ってる。サーコノスの大発明家だ。次は彼ね。アントンが無事だといいけど。